僕らの仕事は何か嫌われるって言ったらおかしいですけど、あくまでも産経産経って側が騒ぐもんでね、このダクトって仕事は空気をまずきれいにするとか冷暖房をするとかいろいろあるんですけどね。で大工さんがいくら立派なすごい100万円の家を建ててもそこで生活できるかって言ったら建てただけではできないんですね。そこに空気があって水があって電気があって生活が成り立つんですね。まあ、これ一代でここまでやってくれたのもね、僕がまあいるのは分かりますけど、若い人もやっぱり一生懸命やってくれて、自分が作った品物これね、これならこれ作った時に自分がならこの鶴をもらうのにお金をなら100円払うか1000円払うかってね、1000円払っても、まあ、持って帰らんというような品物は作るなと、それが僕の心情なんですね。5、6年前に、はい、訓練校の指導員を始めたんですね。板金組合の板金学校ですけど、はい、そしてそこで若い者と付き合うようになってから、うん、やっぱりだん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 面白みは出て、自分のところの若い人だけでなしに人の若い衆を教えますから、うん、はい、受かるとやっぱりありがとうございましたってみんな喜んでくれるのが嬉しかったです。マイスターになったら子供に指導して体験教室をやってくれというのが仕事なんです。マイスターの僕らが、まあ、マイスターの福家のマイスターによって平成の22年度からやってきました。建物建ってる木造のうちに行ったらそこへギア一つ出そうか部屋を一つ出そうかって言ったら、今後の今これからの大工さんはそれができない。でやっぱり職人さんが途絶えてきたら昔の生活にできないよね、もう建物がね。これまあ何枚もまあこっちはこれで50枚ほどあるんですね、はい、でこれが今60何枚ありますから、はい、こういうふうにして型を作って、はい、でこういうふうにして開けますね、はい、でここへ針でこう刺すとこういうふうに。ああそうかそうか。はい、でこの線を引いて、はい、ここへコンパスかけてこのこういうような格好を作るんですね、はい、でこれを今度は折るんです。手で折っていくんです。大体子供さんや女の人がやると大体30分かかりますね。一度コロナが始まってから県立病院とか済生会病院とか日赤に鶴を持ってったのあれがこれの作り方を僕が教えた。これも出来上がりです。素晴らしい。